これは先週金曜日に撮影された一枚の写真。歩道のガードレールに沿ってスーツケースが並んでいます。色や形は様々。中には倒れているものやロックが外れ開いているものも。怖い感じ。なんか気になるな。放置された謎のスーツケース。誰かの忘れ物なのでしょうか。それとも誰かが故意に放置したものなのでしょうか。めざまし8が現場に向かってみると、あれですかね、スーツケースですね。通り前にかなり多く並んでいます。スーツケースが置かれていたのは東京の上野恩賜公園周辺の歩道です。1,2,3,4,5,6,7,8,9 で中身出てるものもあります。 T シャツのようなものも入ってますね。こちらも中身開いてペットボトルとか入ってるんですけども。歩道には衣類が散乱。よく見るとガードレールにチェーンロックをかけ持ち運べないようにしてあるスーツケースも。さらになんか貼ってありますね。警告とか書かれていますね。警告と書かれた貼り紙には所轄警察署長と台東区長の文字が。日付を見ると去年の12月14日と記載されています。謎のスーツケースは1ヶ月以上も前からこの場所に放置されているのでしょうか。取材を進めていくとさらに不可解なことが。昨日再び現場に行ってみると、あれ、数が減っていますね。3日前の映像と比べてみると手前に置かれていた2つのスーツケースがなくなっているのがわかります。持ち主が回収したのでしょうか。謎が深まる放置スーツケース。麻薬とかのものはないと思うけど、法律に触れるようなものが隠されてるのか。処分しちゃえばいいのにと思っちゃうんですけど、不審物は、ね、いろいろ物騒な世の中だからね、うん、一体なぜ長期間放置されているのでしょうか。道路の廃棄物問題に詳しい弁護士はある可能性を指摘します。不思議な事案でもありますし、こういう場合はまず所有者が誰なのか、放置したのかっていうのをもしかしたら区は解明したいんじゃないかなと思って、まあ、ある意味あえて真相解明のために放置しているということも考えられるのかなと。